こんにちは、はるです。今日は里山十条へやってきてます。実は私も来るの初めてで、すっごいワクワクしてるんです。でこちらの宿泊施設なんですが、あの雑誌自由人のクリエイティブディレクター岩佐さんがプロデュースされたものなんです。旅行好きなら一度は泊まってみたい宿泊施設ですよね。では早速中へ入ってみようと思います。それではレッツゴー。重厚な扉をくぐると、築150年の古民家を改修したレセプション棟の洗練された空間と素敵な支配人がお出迎えしてくれました。そして玄関を入ってすぐ見えますのは、インパクト大の作品、彫刻家大平隆一さんの福小槌。豪雪に耐え続けてきた立派な梁や柱を生かしたままリノベーションにより現代風の空間に生まれ変わっています。なんと高さ10メートルもある吹き抜けの開放空間。私がわかりますか？ベルギー製の薪ストーブ、ここで温めた空気を館内に循環させています。そして今いる中2階はかつてたくさんの蚕を扱っていたそうです。では本日泊まる離れの泉にやってきました。それでは中へ入ってみましょう。今日宿泊する泉は里山十条から少し離れた場所にあり、古民家を後世に残すための里山十条ザ・ハウスというプロジェクトの一つで、現代生活の快適性と古民家の良さを感じられるようにと作られた宿泊施設。なんと1日1組だけの超貴重な体験です。天井もめっちゃおしゃれですね。ちょっとダイブしてきます。露天風呂に入ってみました。わあ、雲海が広がってますね。景色がめちゃくちゃいい。温泉もめちゃくちゃ気持ちいいです。いいな。せっかくなので夕食まで周辺を散歩してみたいと思います。ここは名水百選にも選ばれている龍角母の池。1日1回の湧き水で池全体の水が入れ替わるので、濁ることがない神秘の池だそうです。わあ、癒されますね。ちょっと足を伸ばして美人林にも行ってみたのですが、森林浴の森百選にも選ばれてるだけあって、めちゃくちゃ癒されました。さて最後に本館に戻って、もう一つの醍醐味である食事のご紹介です。里山十条の食事はオーガニック&デトックスがテーマ。無農薬と有機栽培の野菜を中心に、日本の伝統を大切にしながら新しい食のスタイルを提案しています。地元南魚沼市の食材を中心に使用した、ここでしか味わえない創作料理が味わえます。もう今回は私と一緒に里山体験お付き合いいただき本当にありがとうございました。もうあっという間でしたね。で私ですね、普段海外で撮影することが多いんですけども、今回この里山十条で過ごした一日で、もう日本ってまだまだ素晴らしい点がたくさんあるなと気づきました。今後はまたこういった里山十条だけでなく、いろんな国内の素敵な場所に行って撮影をしてみたいなと思います。なのでぜひぜひハルデイリーのチャンネルにも遊びに来てください。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。